じゃ、とり、えー、じゃあ、とりあえず今日ね、8月の20日かな多分、そうだよな。今日土曜日ですね。どう思います？まあ一応ね、午前中、今はまあ2時頃なんですけどね。午前中ちょっとね、なんだっけな。まああの、中古で買った H5 系ハヤブサと、まあ新品で買った、ラピートの、隅っこ暮らしにね、まあ室内と、16両分、まあ14両分が入れてて、で、ひとまずね、段落して、まあ、東武鉄道とかのやつどうしようかなと思ったら、まあ、カープラ社の方ですね。まあ、一旦デカルがね、綺麗になってたんで、まあ、ちょっと試しに一箇所だけ穴開けてみたら、まあ、大丈夫だったんでね。今回はね、残ってる中間車、2号車にね、こちらですね。これ最後の1枚貼って、で、もしね、切るようだったら、中間車のガラス、ぶち壊して、中間車、先頭車か、先頭車のガラスぶち壊してね、窓抜き用の、まあ、デカルをね、貼っていきたいかなと思います。今回ね、窓抜きっていうのはね、初めてなんですよね、扱うのが。まあ、今までね、こう一面でかるっていうのはね、まあ USJ ラッピングとか、そうですね、まあ一応 USJ が1枚かな。鬼滅の刃は、確か半分だったような気がするんだけど。あれ、鬼滅の刃って1枚だったっけ？ちょっと覚えてないんで申し訳ないですけど。まあちょっとね、扱ってはいたんですけど、まあこういうふうにね、一度抜いたのをね、窓に、窓だけね、埋めるっていうのは、まあ今回初めてだったんで、まあちょっとどうなのかね、不安ではありますけど、とりあえずね、頑張っていけたらいいかなと思います。ということで、じゃあ、これがちょっとカッティングしてあるんで、じゃあこれこのまま行きましょうかね。よいしょ。あー、こっちがカッティングされてなかった。ちゃんとカッティングしとけようになった話なんですけど。なんか日に日にね、ここの机の傷がちょっと増えてきちゃったんで、かわいそうなんですけど。まあでも新しい机買ってね、傷増やすんだったら、まあ一緒にこのボロ机、まあそうですね、一応。結構これ、ほんと俺がガキの頃のやつなんでね。一応ここ見ると2000年になってるんですよね、新幹線が。ここね。99から2000年になってるんで。だからね、もしかしたらこいつね、かれこれまあ20年選手、すげえかもしれませんけど、20年の割に結構持ってくれてるんですよね。まあちょっとやっぱり体重かけたりしてね、足の部分はちょっと壊れたりしますけど。めっちゃ。でもそれなりにね、頑張ってくれてるんで、この机具は。そうですね、一応大事に扱ってはいるんですけど。一応ね、まあ今更ですけどね、貼って向き合ってる方確認するか。一応ね、過去にはね、デカルでミスしなかったってことはうち、基本的にはないんですよね。伊豆急は谷車間違えたり、鬼滅の刃はね、号車番号間違えた、号車間違えて貼ったりとか。ただ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 、結構うちはミスはしてるチャンネルでございやすんで。なのでね、一応ちょっと合ってる方だけ確認しながら。カープレッシャー2020、これか。まあこれで間違えても、どっちみちに貼っちゃってるんでね。くそなくらい意味ないんですけど。あべ。ちょ、こっちが、トイレ車。で、こっちがパンタ車。で、こっちが中間車か。まあ、中間車がね、めちゃくちゃ方向のところ、ぎっそりなんか変なんですよね。まあちょっとこれ後でね、どうせ空気抜くんで、大丈夫なんですけど。ちなみに本来だったら、あ、これじゃねえ。やべえ、間違えたと思ったけど。本来だったら、ここっすね。ここの、なんだっけ。ビートの部分、ビートっていうのかわかんないけど、ルーバーの部分か。ルーバーの部分抜くみたいなんですけど、ルーバーのここちっちゃいの抜けるわけねえな。どうしようかな。まあ、ちょっとルーバーのここ抜けたらね、そうですね、星ちょっと一箇所死んでる部分があるんで。あ、でもここちょっと移植しようがねえな。選手が近くにあるんで、まあ、ちょっと気をつけながら、まあ、移植するかどうか考えますけど。よし、じゃあ今のところ合ってるんで、大丈夫です。背番号も14の人があるんで。OK ですね。そしたらじゃあ、1号車から順に行きましょうか。ちょっと後でね、まあ、2号車、この後やりますんで。よいしょ。一応ね、カッターはね、また刃書いてあるんで、一応ね、試しに穴開けたんですけど、まあ今のところ大丈夫かなっていうぐらいですかね。結構ね、デカル作業ってね、この穴開けの時がね、めちゃくちゃ神経使うんですよね。ん？なんか今、カチャンとしてる。気持ちいいかな。多分ブリッジデーゴとかなんか落ちてたな。ああ、やっぱりブリッジデーゴで1個落ちてた。一応ね、これね、光に照らすとね、この、ガラスの縁か縁じゃないかギリギリ映るんで、そこを狙ってね。まあ、単純に失敗したらカープレッシャーにどっと作んねえだけなんで。そうですよね。カープレッシャー結構ね、この窓の入れ作業とかが結構大変なので、
俺みたいなやつちょっとね、下手すら単細胞のやつはね、ちょっと危険な香りが。プンプンするんですけど。あと歯が入らん。切れてねえ。こういうね、窓のでかいやつだったらいいんですけど、こういうね、客用ドアのところは、めちゃくちゃ切りづらいんですよね。まあ一番いいのは中にヒュッて入れちゃうことなんですけど。あんまり下手に引っ張ってもね、汚くなっちゃうだけなんで。なんかデザインナイフみたいにこのカッターの刃の半分ぐらいの、なんかここの部分のやつがいいな。これ結構カッターの刃がね、全然入ってくれないんで。あんまりいけないですけど、このやり方でいっか。なんか今めちゃくちゃ思った、医療用のメスが欲しい。まあ簡単に手に入らないと思うけど。まあちょっと外出、まあちょっと荒いっすけど。こういうのはね、軽く。まあ切ってるか、まあ中に入れればね、綺麗になるんで。ひとまずじゃあ全部くり抜きましょうかね。その方が早いんで。でね、まず刺しの部分とか、めちゃくちゃ怖いんですよね。俺ね、窓開けるときだけはね、いまだに緊張するな。そしてここ一部空気入っちゃってるんで。まあでもね、この車両はね、四国の2000系と違って、まあ、なんていうの、窓のね、サッシ部分とか全部赤いんで、四国の2000系そこね、黒くしなきゃいけなかったんで、結構大変だったんですけど。あ、めちゃくちゃ緊張して手震えてきた。どうしてもね、カープレッシャー欲しいんだよって方は、ネットで調べると、加工機を売ってくれる、まあ、業者さんいるんで、まあ、金かかりますけど、結構。4両で5万ぐらいだっけかかったの？ちょっといくらか忘れたんですけど。ちょっとね、ダメだ。マッピングテープとかだっけ？ちょっと諦めちゃった。ちょっとめちゃくちゃ車体が動くんで、ちょっと車体固定しよう。でもこうすればね、少しは動かないと思うので。OKOKOK。おし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 。本当はこれちょっとティッシュに吸わせて、ね、後で取れなくなるんですけど。大丈夫かな。うおっと、あ、そうだ、車体に取り付けてなぜですか。普通にバカした。大きい窓はね、基本的にガーガー行けば、行けるんですけど。あと窓もね、R の部分とかも俺結構苦手なんで。ちょっと殺し屋感じにはなりますけど。
そうなんですよね。ここの針の部分がめちゃくちゃ細いんで、ちょっとした瞬間がベロー確定なんですよね。だからちょっとゴミ取ってあるんですけど。これでね、窓の方はね、客用窓の方は全部抜いたんで、あとはドア用窓なんだよ。今日ね、今2時ぐらいなんですけど、3時ぐらいには出かけたいんで、で、これ動画ね、多分1時間ぐらいかかるんですよね。ちなみに今これで約20分ですからね。1箇所抜くのに10分ですからね。何時がいいの？あ、やべ、そっち行くと思わなかった。俺、前回130の時とどうやってんだっけ、USJ の時。完全に忘れたんだよな。ちょっとまだ剥げちゃいましたけど。これも内側に売れば大丈夫かな。目立つようだったらここに後でタッチアップするんで。こういうのってでもね、窓の、その外側にカッターの刃を合わせるだけで簡単に取れるんで、そういう意味では結構扱いは安いんですけど。でもそうね、3扉だから、ドア数少ないから楽だな。103系4扉ですからね。だからドア的には、そうね、ここが1、2、3、4か。それに比べてこれ、デカ窓2個に小窓4個ですかね。その点は楽だな。まあ、人によって多分楽、楽じゃないはあると思うんですけど。俺はこれね、デカ窓が多くて、ね。ちょっと座ってきましたね。失敗した。ちょっと切りづらいな。
よし、ひとまずこんな感じかな。まあちょっとね、かなりところどころどころかかなりやないんですけど。そうね、内側に打ち込めると考えたら、まあまあちょっと気になる部分は多々ありますけど、まあ、そういう部分はね、ちょっと切って、まあ、ちょっと貼ってあげれば、少しはバレないと思うんで。そしたらじゃあこっちも行きましょうか。空気がね、変に入ってるんで、結構浮いてくれてるんで、こっち側が分かりやすいんですけど、いまいち上側がね、分かりづらいんで、気をつけながら。実写多分この辺でしょうねって勘で、カッター適当に入れちゃってるんで、多分外れる可能性もあるんですけど、ちょっとずれたな。いや、そうでもねえか。とりあえずはそうですね、溶剤塗ってみて、どうなるか決めましょうか。よし、まずこんなもんかな。たらじゃあ、マックス蓋で、ちょっと丸めていきましょうか。けど。ちょっとこういうふうに、まあ、浮いてきちゃってる分はしょうがないんで。斜めるとして。やっぱりちょっと、粗く切っちゃったんで、まあ、ハゲは目立ちますけど、まあ、ちょっとじゃないぐらいハゲてますね。こういうところとか。窓のね、アルの部分、仕方ないんでね。まあでも、思ったよりかはマシじゃねえか 今まで作ったやつって必ず何かしら失敗してさ、痛い目やってたんで。いや、それに比べたら、こいつまだマシな答えなんだよ。それ多分だけどカップルしたら俺が気づいてないだけかもしれないですけど、まだミスしないですからね。完全にちょっと車体の方に巻き込んでますけど。まあ多分どうせでも基本的にこういうのって人にやってる形だと思うんですけど、まあバッテンにしてから、四つ角全部入れる人もいるし、まあ、俺みたいにこうやって窓くり抜く派の人もいると思うんですけど、どっちの方が正しいんですかね。まあ今回のやつの場合、くり抜かないと、こういう部分に当たっちゃうんで。一応、くり抜き派にはしたんですけど。ここにちょっと浮いちゃってる部分とかなんで。まぁ、あ、ちょっとね、窓の部分はね、従前的に、ちょっと塗って。
これ思ったんだけどさ、3両全部ルーバーカットしてもいいか。よし、しょうがないんで、N ゲージ作った人がルーバーカットしか確認しよう。いや、これでルーバーカットするんだね、多分至難の技なんですよ。いや、至難の技とか地獄の技なんですよ。ちょっと待ってください、実写確認するわ。戦闘車はがっつりシルバーだ。終わったー。というわけで、カープレッシャー2020作っていい人、ちょっと確認しよう。N ゲージ、カープレッシャー、2020と。ルーバー開けなきゃダメか。何が悲しいかさ、カープレッシャー2020って言ったら、俺の動画一番最初に出てきたわ。もうちょっと他に作ってる人いないの？あ、一人いた、一人いた。よかったよかった。これ違うわ。なんかのクソ広告か。あ、こっちの間違えた。完成させた人を見ると。いや、完成させた人ね、ルーバー穴開けてねえや。方向膜穴開けてるけど、ルーバー真っ赤だ。じゃあいいや。他にも作ってる人いねえかな。一応そのね、どこだっけな、模型工房っていうところも、4両編成の場合、まあ、工程に3万6千円ぐらいかかりますけど。そうね、模型工房が作ってるとね、なんていうの、その、ステンレスって言われたら、種車の赤いままなんですよね。ちなみに俺と同じ背番号14番なんだけど、背番号28、5、14、33、12、1か。だから俺と同じやつですね。そうですね。そんなに、なんだろう。あれはいじってないっぽいんで。ちなみに2019年度バージョンもどうかというと、そうですね。2019年度バージョンも作ってる人、そんなにここの、ルーバーの穴開けてないんで。じゃあ、一回ルーバーは、方向膜だけは抜きましょうか。これは抜かないといけないやつなんで。今回ルーバーだけはね、ちょっとすいませんけど、抜かないで。他の人はね、抜いてないんで、じゃあ俺もいっかっていうね。まあ、あんまりそういうダサくな考えはよくないですけど、ここ抜けっていうのは地獄の技なんですよ。ここですかね、たったここですからね、この、なんだろう、4ミリ、3ミリぐらい。これ抜くのはね、至難の技どころか無理なんですよね。この分あんまり良くないですけど。本当にもうちょっと遅い詰め違ったらいいんですけど。根元から一気にと。切るっていうよりかは、ぶった切るっすね。だから裏でビヨーンってなったやつ引っ張ればどうにかなるんでね。それもここに充電的に最後にしたんですけど、どうだろう。あ、切れた。ちょっとこの部分はね、使い道がないんで、これは捨てちゃいましょうか。ちょっと取れね。ちょ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 オッケー。これも使えないんで、お茶かに。どうだろうな。まあ、無理やりくり抜いたんでね、剥げましたけど。まあ、丸めると、どうだろう。ちょっと微妙かな。ここ欲しがってね、ちょっとタッチアップしづらいんで、申し訳ないですけど。カーブのある部分はね、ちょっと切り込み入れてから、まあ塗った方が良かったりもするんで、そうですね、まずは、これでいきましょうか。よし、俺にしばらくいった。俺にしばらく自分で言ってしまうかもしれないけどね。そしたらちょっとガラス部分は、そうですね、ガラス部分はここで入れちゃうと、溶剤とかが多分くっついちゃうんで、ガラスの方に。いや、カープレッシャーこれ結構時間かかるね。もうね、片面貼って乾かして、まあ、貼って乾かして穴開けて、乾かして穴開けて、ガラスだから、それ多分本気でマジでやったら1週間ぐらいはかかるのか。結構時間がありますね。じゃあ行きましょうか。こっちの残骸はどうしようかな。今うちトミックスのケースじゃないんでね、ちょっと過去のになっちゃうんですけど。やっちゃうかって言うときって大体床らのことを考えてる証拠ですけど。
し。マークセッター。まあ、これどうせジャンクのケースなんで、ね。ジャンクのケースなんで、ね、ごまかすのもごまかすかと。見づらかったね、間違いですけど。どうせこれ、またくり抜いたやつなんで、これは本当にゴミなんで。あれ、ちょっと。なんか窓なんか分かりやすいのねえか。今回は全部そうですね。窓ここそんなに選手が多かったわけじゃないんで。この辺使ったか。デカルコやってんの、アンパンも入れん。まともにチーズラッピングするの。ちょっとごめんなさい、ガラスあるんでちょっと気をつけながら。これでちょっとこれずるケースは乾くの待ちましょうか。ガラスは今回に入れてないんで。今何分だ？ああ、ちょうどこれで30分くらいか。あ、やっぱり穴開けはね、細かい作業になるんで、時間はかかっちゃいますけど。デカールって正直ね、貼るよりかはね、こういう穴開け作業の方がね、時間を使うし、結構神経食いますからね。これで正直言って、そうですね、出来を作業、左右するとも過言じゃないんでね。針は別にね、まあ普通にこれいいでからなんで、ポンってやって、スポンってやって、スポンポンポンパーポンってやれば終わりなんですけど、切るのはね、そういうわけにはいかないんで、簡単には。やべ、こっちに入れまあ、余罪出る前に確認していきますけど。ちょっとね、角出しちゃってるんで、気をつけながら丸めましょうか。よし、もう一回だけ。この壁からね、熱い割には、なんだろう、吸水性いいですよ。本当にすぐ剥がれるんですよね。気をつけないとね。鉄板グレーザーね、結構放置しても大丈夫なんですけど、これちょっと放置しかけるとね、ちょっと危ないんで、気をつけながら。OK だな。これ気づか？
違う、中の模様か。あ、違う、ゴミだった。びっくりした。傷つけたかと思ってドキッとしたの。確かにゴミだけちょっと、ゴミが取れない。あ、取れた。今回邪魔なんで角のやつはね、なるべく潰したいんですけど、今回潰れなかったな。でも位置的には合ってるんで、車体の上の方もそうですね、大丈夫ですね。その部分も OK と。どうでしょうね。ちょっとね、ここのね、カーブの部分がね、ちょっと失敗しちゃったんですけど、まあ、これね、後で、補着したときに、まあ、切り込み入れて、ヒュッてやれば、多分綺麗にくっつくと思うんで。うん、そうね、目立った気泡もないし、ちょっとこの屋根の上の部分、ちょっとだけ重点的に。最終的にここからね、気泡抜いたり、まあ、あとはガラス抜いたところから、気泡入れるんで、抜くんで。こんなもんでしょう。あとは徐々に気泡ができたところ、まあ、少しずつ潰していけばいいだけなんで。OK ですね。じゃあ一旦乾かしましょうか。結局また窓のデカールいらなかったね。出しちゃったんだけど。よし、じゃあ。最後のデカール抜いていきましょうかね。で、これ一回避難してた。ちょっとこれ今回使わないんでね。じゃあそうですね、これは、まだ穴あき終わったら、ちょっと一回塗って、こっち塗ってって感じですね。ちょっと一回回せた。できるもん。ここ一枚だけさ、思いっきり抜いて、ケースにバシコンって貼りたいよね。さすがにこれ一枚抜いたらもう一個買い直しなんですけど。これ歯を切っとくか。ちょっとめちゃくちゃ歯短くなっちゃうんですけど。一回したらこれ歯ごと変えちゃいましょうかね。よいしょ。前もほい本当に1秒ずつぐらいで歯切り替えた方が本当はいいんですけど まあ、そもそもうちがちゃんと歯切り替えたこと自体が奇跡なんで。これそうか、なんでカープレッシャー落下と思ったら簡単だ。全面がないんだ。一応113、あ、103系とかってこれ全面があった。なんだっけ、USJ とかあったんですけど、今回これ全面ヘッドマーク、なんつうの、トップコートで。ロゴ落として、やるだけなんで、めちゃくちゃ楽なんですよね。これ多分ね、デカールの初心者向けには結構、おすすめかもな。熱くて、やりやすいし。俺が失敗しないデカールっていうのは、まあまあ当たり前ですけど、普通は失敗しないと当たり前ですけど、そうですね、内側は何も失敗しないっていうのはね、結構珍しいんで。って言った後にあれですからね、デカール失敗した鉄板かなんかありましたけど。もうフラグ回収だけはうちのチャンネル結構得意上得意科目なんでね。気をつけないと本当に危ないんで。これでこれ、谷さん間違えてましたって言ったら大爆笑ですけどね。OK ですね。例えば昨日、相鉄線の旅券都市の方だっけ？泉区の方だと思うんですけど、なんかヘリが落ちたって大騒ぎになったら、結局犯人鉄道だったらしいですね。落ちなかったんだけど。デカール作業だけはなんで緊張するんだよな、ここまで緊張する人もなかなかいないですから。うちみたいに当たっていくだけのチャンネルが。
ちょっと幾度となくバカな企画とかをやってきましたけど。デカールだけは毎度緊張するんでね。一問目なのはデカールって、まあ金があればいいんですけどね。金があれば一発でガンって注文して、ガンガンガンって貼りまくるのが一番楽なんですよ。まず体が覚えてるんで。ちょっとでもね、感覚開くと体が忘れるんですよね。俺みたいな物覚えが悪い人間は。俺多分今アンパンマネージャーに作り直せって言われても多分無理だと思う。多分ってか絶対無理でしょ。3週間ぐらいかかるよ。おる、危ない危ない。ひとまずは大丈夫そうなんで、よし、窓ぶち抜いていきましょうかね。めちゃくちゃわかんない。これね、光に照らすとね、なんとなくわかるんですよね。どうだろう。ちょっとうっすらね、ここ、ちょっとピンとこないんですけど。ちょっとね、うっすらここ。ちょっとにうっすらここの部分出てると思うんですけど、これね、光の感覚でいくしかないんで、結構きついんだよな。大丈夫か。この方先に貼っちゃいましょうかね。どこにしようかな。ここでいいか。あ、ちょっと。私見すぎちゃった。開け全然取れねえ。やっちゃった。
この選手の胴体はね、これだけってもあんまり意味わかんなくなるんで、これは使わないんで。これは捨てちゃっていいやもん。中国車になった。よし、とまずこれで3両、まあ2両か まあ3両はね、もちろんの方が、ね、乾いてから、ちょっと片身ずつ、ね、作業していきたいと思うんで、どっちみち1日のね、ラグがあるんで、まあそうですね、大丈夫かな、ひとまずは。まあ何時、ちょうど尺的には、ちょうど40、ちょっと待ってください、40分、44分くらいか。あー、体痛え、ちょっと一回消せばどうしようか。結構ね、一気にガーってやってるとね、頭にね、血とともに塗られるんだよ。しっかり上げてちょっと。ここのところだっけ？ここなんか。多分ここか？あ、ここっすね。ちょうどここっすね。この辺りどうせくり抜くんで。でもね、これ少し塗ってるとかね、パリッとするんで、その方が抜きやすいんですよね。まあ、個人的なんですけど。ちょっと空気入ったっぽいけど。そんなにでも、出っ張ってないけど。中に溶剤染み込ませましょうかね。あとでちょっとガラス入れた時にどうなるかね。まあ、ちょっと修正すればいいんで。ちょっとここは軽く切れ目だけ。
あんまりカッターの入りすぎた。剥げちゃいましたね。ちょっとちっちゃめのやつで。行きましょう。これだけなら、これぐらいの大きさで。さすがに違和感丸出しだな。そしたらどうなるかな、口ギリギリに合わせましょうか。ちょっとね、段差はできますけど。乾いたときに何か違和感あれば、まあ、剥がしちゃうんで。だからね、ゴミを取ってくと意外とこういうふうに削れてるんですよ。これはハゲなのかな？ちょっとわかんないんで申し訳ないですけど、ここ明らかにハゲっぽいですね、裾は。そんな青い部分はないんで。で、これはちょっとどうしようもないんで。ハゲさせましょうか。切り方が甘くて、剥げたそこから多分出ちゃったと思うんで。この色のパーツあったかな？どうだろう。さっきヘッドマーク買っちゃったんで、それでこの色のパーツ消えてるんですよね。この色か。ちょっと待ってくださいね。ヘッドマークの色で後ろ、この色はねえな。強いて言うのはこのカープのロゴ、これ昔ですけど。これどこに使うのかな？わかんないんだよな。一旦これでいいか。次にカンプレッション作ったときに、発想が多ければ、また使えるんで。ここ長いの気になるんで、ここもちょっと1枚だけタッチアップしたい。何しようかな。今度これでいいか。めちゃくちゃパン、めちゃくちゃ目立つな。これはしょうがないから無理でいいや。しょうがねえや。剥げるのもいい、あ、一応でいいっすね。ただこっちはめちゃくちゃ綺麗に同化したな。ドアの帯ラインなんでめちゃくちゃ危ないんだよ。こう貼ったとしても。あとでトップコート吹いたときに、ね、丸目出しするかしないかなんですけど。だとしたらまたここ1枚全部で塞いじゃった方がいいかもな。1枚で塞いでみるか。もしかして、1回これ火にして。いいよ。あ、え、丸まっちゃった。セーフ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 。この背番号1から。全部1枚でやると、気にしろ目立つなぁ、ドアサッシなくなるんで。却下。しょうがねえせ、今回はじゃこのハゲでいきましょうか。ひとまず綺麗に丸まったんで、最後はじゃあ保護膜だけ。飲むかな。
大丈夫そうっすね。よし、ひとまずちょっとここの空気だけ気になるんで、ここだけ。なるほど、ここ俺が貼ったからさ、ボコってなった。でもどうでしょうね、そんなに違和感はないと思うんで、ね、ちょっと完全にまたさしかけて広いんだ気になりますけど。そしたら、そして種車から赤く塗った方が、もしかしたらね、白ハゲ防止にはいいのかなと思いますけど、よし、残ったこのゴミどうしようかな。残ったこのゴミどうしようかな。どうしようかなってか、どこに貼ろうかな、新しいこと。ちょっとギリ見えないのも申し訳ないですけど。さすがにパーツがちっちゃすぎて、カタカナでカーフと書くものの容量はねえな。それはバカっすけどね。さすがにやってみてえな。そしたらもう2、3枚分ぐらいのデカルト残骸が必要っすね。もうね、こうやって。なんかね、目印にゴミでも貼っとけば。アンパンマン列車なんかもね、結構今わかるんですよね。4本帯で白の、なんだっけ、顔面がついてるのが、4、3たす2。で、何もついてない、なんつうの、前面についてないやつが、4たす2、4両なんだってわかるんで。結構、アンパンマン列車もね、区別はつきやすくなったんで、このゴミのおかげで。意外とゴミ貼っといて、侮ったら、意外とね、便利ですよ。だって俺みたいにバカみたいなやつ。何かやってた。何かで区別つかない。そうだね。ちゃうちゃうちゃう。どこ消えた。テープ、うん、とか見つかった。汚いんで洗っといて。あんまりね、良くないですけど。これでしょうがないんで。一応、ハケはね、予備はあるんで、一応、そいつ交換しても最悪いいんで。このさ、ゼロの中さ、綺麗に赤くしたいよね。一回この商品なんですよ。ポケモンがね、思った色気がまだ残骸として残ってるんで、ここに一回落とさせてもらって。窓追加した部分ちょっと変に残っちゃってるけど、まあまあかな、最悪は取っちゃっても、あ、取んない方がいい、やべ、これミスった、ちょっと待って、これやばい、ミスったぞ、これ後ろからこれだけ取るか。まずこれ抜いて。待ちくださいね。金のこれでいいや。全部カピカピになってきたな。うわって危ねえ。ちょっとずれたんで。どうだろう。ちょっと書かしてみて。まあ、失敗したら、そして最悪はジャンクで転売して、もう一本作り直すっていうのもありかな。まあさすがにやっぱりね、作ったのは作ったらやっぱり綺麗にね、丁寧に作りたいんで、そこだけはね、俺もまだ一度プレイだけは、なんかクソみたいなのが残ってました。よし、じゃあとりあえず、そうですね、尺的な55分か。やべ、そろそろカメラ切れるわ。ちょっとそろそろカメラ切りますけど、ちょっと遊びだけね、させてもらって。みんなカチカチすぎてダメかもな。半分ぐらいかな。
ビンゴ。ちょっとでかいけど。ちょっとでかいけど。ちょっとでかいけど。面白いな。なんか誰かのジャングルが来てた。どこだこれ。なんか誰かの抜いたまだが。あれかな、どこの選手の抜いたやつですかね。この大きさちょうど9に合うんで。まあ、向きはね、気にしないんで、俺は。うん、頭はそうですね、細かいのはこっち側に。これ、よく考えたらマークソフトは塗ってねえな。ソフトしか塗ってないんで、よくくっついた。ここめちゃくちゃ手くらになるな。やべ、あと5分で3時だ。しかもこっちは残りあと40秒ぐらいで1時間だ。じゃあこれ貼ったら終わりにしましょうか。これだけ貼ればバカでも気づくでしょ、後で。後で加藤製造にするかちょっとトミックスのカップル車になるか分かりませんけど。まあ、金車が揃いやすいので、まあ、揃えたいかなと思います。めちゃくちゃ垂れたんだけど。ガラス一回避難して。めちゃくちゃ垂れたな。それで拭くか。よし、このまま。このままでやりましょう。普通にこれでカップルしたと。わかりやすくなったかな。ちょっとわかんないですけどね。とりあえず今日これ1日乾かして、一応計算までこれ大丈夫なんで。で、車体の方もそうですね、今日1日乾かして、まあ、今日くり抜けばね、クハとクモハ、まあ、戦闘車はいいだよね。月曜日か、新快速と一緒に、まあ、鉄泊と一緒に、サフ吹けるんで、サフじゃねえ、トップコート吹けるんで、そうですね、それでトップコート吹いちゃって、それでひとまずは、そうですね、2両編成は終わりかな。で、現状ね、2020年って3両編成なんですけど、まあ、とりあえずはね、まず、進行的には、まあ、2両編成で落成させて、ちょっとね、まあ、誰かの増血運用にさせましょうかね。今回ね、2両編成のやつ、1本、ヤフオクで買ったやつ、まあ、セットで買ったやつがあるんで、それプラス、加藤製もね、2両編成のがあるんで、ちょっとまだね、TN カップランできてないんですけど、あ、違う、無理やり TN カップランしたんだ、実は。ちょっと電源だけ違うんだ。それはいけるんで、そうですね、まあ、そいつらの増便運用にするか。という感じですかね。まあ、現在だけはね、ちょっとすみませんね、これ、中間車がね、動力扱いなんで、ちょっと進行ができないんで、ちょっと。まあ、そうですね、早めに、モハ226だっけ。ちょっとそいつのね、中間車、ちょっと安いのあれば、そうですね、トミック製だけでも買って、
やりたいですね。まあでも、どっちにそしたら、まあ、そっか、どうぞ、どっち、中間車一路買ったもの。別の車両に、まあ、ぶち込んで、A 編成にはできるのか。まあ、そんなとこですかね。まあ、現状それで一旦、終わりにしようかなと思いますね。では、また次回の動画でご視聴ありがとうございました。